チーズバーガーセット、アイスコーヒーで。はい。子供の姿をしているが、私は大人なのだから。あんなに大好きだったアンハッピーセットを、今日リエールが卒業します。それにしても驚きましたよ。リエール様と冥界の女王ペルセポネが窮地の中だったなんて。お前たちには話してこなかったからな。それにあいつが天界にいたのは大昔のことだし。なぜペルセポネは魔界へ行ってしまったのですか？食べるか喋るかどっちかにしろ。さあな、天界は規律ばかりで堅苦しいからつまらなかったんじゃないか。肉、うん、めっちゃネギ刺さってる。パトラちゃんすっげえ炙られてる。よかったわね。あの子供、火炙りフィギュアを持っているではないか。人が持っていると余計に欲しくなる。カッコつけて調子ぶる必要なかったか。食べ終わっちゃいました。そんなこの世の終わりみたいな顔しないでよ。ポポロンちゃんも食べていいから。ありがたい。どうしたのピノ、さっきから黙ってるけど。信じない。たまたま一緒になったなんて信じませんわ。私たちの始末を確実なものとするため、協力者として魔界から救援を呼んだのですわ。何言ってんだお前。天界に仲間がいるのにわざわざ魔界から呼ぶ必要ないだろう。嘘おっしゃい。そうに違いありませんわ。おとなしくやられるわけにはいかない。眼球潰して差し上げますわ。ごめんなさいピノ。落ち着きましたか？もうおしまいですわ。花園さん助けて。今度は泣き出しちゃったよ。あら、リエールじゃない。こんにちは。噂をすれば、バトラちゃんの火炙りフィギュアもらえるの今日までだから来たんだ。子供はいいよな。堂々とアンハッピーセットを選べるのだから。写真ちゃんが5分で買ってこいって言うから急がないと。じゃあね。無理でしょ。では我々もそろそろ帰りますか。あ、いけない。お店が忙しくなる時間だ。花園ちゃん、ありがとうございました。さようなら、火炙りパトラちゃん。